パートナーズの石田と申します。中野と申します。今回久しぶりの関西の作業が入りまして来ております。今回中野くんが対応しておりますので、中野くんから今回のご依頼の内容を言っていただいてもいいですかね。はい、はい、内容としては遺品整理というような内容になるんですが、お客様の親族の方のご自宅、はい、が半年ぐらい空き家になってまして、お片付けを考えられたということでご依頼いただきました、はい。ちょうどねお盆があったので親族の方が集まられて家をどうにかしないといけないということで今回ご依頼をいただいたという流れですね。はい、はい。2階が住居で1階が事務所スペースになってまして、1階はかなり物が多い状態と複合機が2台あったりとか冷蔵庫も2台とか、なかなか一般では処分できないようなものが多かったので、入り口スペースから高さ2メーターぐらい、横幅本当に手を広げたぐらいの大きさの納屋がありまして、今回が1日の作業ではなく2日作業になっておりまして、トラックの方も3トントラック4台になりまして、レベルでいうと6になります。今回なんで2日作業になったんですかね。お客様のご要望で確認されたい箇所があるということだったので、1日目は半日作業させていただいて確認していただきます。2日目はもうすべて撤去という形でさせていただきますので、そういった流れで2日で取らせていただきました。はい、相場もわからないということで何社かねお見積もり取られて、今回お値段の方も一番安く、お客様のご要望で半日作業し終わってから確認したいということもあり、2日で作業してくれる、パートナーズを選んでいただきました。今から作業をしていきますのでよろしくお願いします。ではみんなで行きましょうか。はい、今日も綺麗にゴミ屋敷パートナーズ。では確認お願いします。本日も作業用スリッパ履いてます。入り口からいろんなもんありますね。大工道具あったり、家具類あったり、ここガチャガチャしてますね。タンスの中もギター、ね、メジャー、釣竿、傘などありますね。ちょっとね、入り口からスペース狭いですね。気をつけてください。仕事されてる方なんで結構書類系かなり多いです。向かって右手、食器棚、2本あります。その中に食器類、本、雑誌、ちょっとね写しにくいですけども、で食器棚の上、天井まで荷物あります。冷蔵庫はね、2ドア冷蔵庫でちょっと小さいタイプになってます。でまた奥に食器棚ありますね。で棚の中も結構荷物ございます。で調味料関係かなり多いです。で下の段にも調味料関係ございます。結構物量自体はね多いですね。でこちらの奥路地になっておりまして、何もございません。トイレは意外とね荷物すっきりしておりますね。結構ね壁がかなりめくれておりますね。まず真ん中の部屋ですね、結構荷物入っております。その右手にも洋服ダンスございます。テレビがね割れちゃってるんですね。地震の時に割れたということでお聞きしております。タンスが2本の勉強机1本ですね。結構かなり荷物ございますね。でこちら行きましょうか。
収納で奥行きがかなり広いです。お洋服の裏にお布団、衣装ケース、スチールのものですね。結構古いですね。瓦、木材、まあ、洗濯機。ではこれで作業始めていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、大阪の方だったらおなじみのアメちゃん、机の上に置いてあります。はい、ケースの中にいろいろ入れられてます。さっきもね、ボールペンかなりねあったんですけども、まだ新品のボールペンございました。2階、今女性スタッフ横山と上田が作業してます。確認しましょうか。はい、はい、今真ん中の部屋が横山の方しております。はい、お久しぶりですね。お久しぶりです。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。こちらが上田が作業しております。はい、お願いします。基本的に、まあ、作業開始から30分から1時間ぐらいすればある程度動線ができるので、リーダーが全体を見回る、そして運んでいく、まあ、それでスペースを作ってどんどん仕分けをしてまた新たに配置してもらうっていうイメージでやっております。現在ね、9時半から作業させていただいて10時半ですね、現在一度休憩をさせてもらいます。では始めていきます。よろしくお願いします。お願いします。重要処理が入ってる可能性と、あとね、こちらの中身出すと、まあ、プラスチックのファイルに止まってるんですね。なので、まあ、毎回ちょっとこの中身確認する必要ございます。印鑑かなり出てきましたので、こちらもお客様にご返却します。
ね、ここ動線開けるってお伝えしたんですけど、ファイルに閉じてるものが多いので結構細かい作業なのでちょっと時間かかっておりますね。はい、ちょっと横山さんに呼ばれたんで行ってきます。牛島さん、はい、ちょっとお二回お願いします。どうしました？はい、すいません、商品がですね、はい、見つかりましたんで、お願いします。ロレックスや、ロレックスの箱ですね。はい、ちょっとすいません、足場悪いんですけど、はい、ちょっと分かりやすくこの上でちょっと見させてもらいます。 OK、 出てきました、ロレックスです。すごいですね、ガランティーカードもちゃんとついてますね。おそらく本物です。この品番で言ったら大体、まあ、50万円で買い取りの方可能ですね。はい、これ絶対お客さん喜んでくれますね。よかったです。はい、まあ、なかなかねこういうのも出てこないんですけども、今回もねしっかりいつも通り仕分けした結果がこういった形につながりました。あとはメッキ類だと思うんですけども、一応このままご返却させてもらいます。今から一応ね高価なもの見つかりましたので、お客様にお電話してまあ取りに来てもらいます。はい、相殺してこちらがお金を支払うケースも中にはございます。ただ肩身としてやっぱりね持たれたいっていう方もいらっしゃいます。今ロレックス価値かなり上がっているので、まあ、このままお客様で保管して時が来れば売られる方もいらっしゃいますし、大事に持たれる方ね、結構ねロレックスってやっぱすごいブランド力高いので、まあ、お孫様の代まで全然持てると思います。はい、一番通る場所の動線なんで一番早くやらないといけないんですけど、一番仕分けが大変な場所なんですね。もうちょっとスピードアップしていきます。が出てきました。お、これが買い取りできます。こちらで3000円で買い取りできます。では1日目の作業1時半に今回締めます。明日9時半から作業させていただくんですけども、お客様が確認したい箇所があちらこちらあるので作業の方をこれで終わります。この動線だけ出せるものだけは出していきますので、一部屋に荷物固めてます。もう仕分けが終わった部屋ですね。こちらもともと上田さんが仕分けの方をしてくれてました。こちらもだいぶ進みました。また明日撮影の方しますのでよろしくお願いします。本日は失礼します。それでは2日目の作業を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。
めっちゃ古い双眼鏡、すごい。あ、今牛島さんこの辺にいましたびっくりしましただいぶ近いですね。だいぶ近かったです。9時半から作業しまして現在11時です。休憩します。現在11時15分です。作業を始めていきます。お願いします。お願いします。はいよ、オッケよっしゃ、あつらつできました。現在12時40分です。一度昼休憩取ります。よろしくお願いします。現在1時30分です。休憩終わりまして、作業を始めていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。仕上げに入っていきます。あとは掃き掃除になりますので確認してから撮影の方をさせていただきます。もう少々お待ちください。それでは作業終わりましたので確認をお願いいたします。ではどうぞ。入り口からね、もともと納屋がこちらの方にあったんですけど撤去の方させてもらいました。上にもね、荷物ありまして今はもう、はい、回収済みです。フローリングの色が違うと思うんですけど、まあ、そこの変わった部分からリフォームされて追加されてました。お仕事されてたのでこの下とかにも荷物がねかなりずらっと入っておりました。だいぶすっきりしたかと思います。そうですね、はい、ここにね本棚食器棚が置いてあり大きい6人用のテーブルも置いてありましてその下にも書類類がかなりありました。お客様に残すものはですね、1、2、3、4、5箱で、お写真、商品など入っております。一応全部、きっちり回収の方は、はい、終わっております。で中まで掃き掃除きっちりさせていただいております。まあ、元々上田が作業してた部屋です。大きい家具類とかはなかなか階段が通らなかったんで吊り下ろし作業しました。
で、こちら真ん中の部屋です。で、この裏にもクローゼットがありまして、はい、で、裏手ですね。だいたい今映した場所の広さでいうと畳は3畳半ぐらいあります。まあ、お子さんの部屋ぐらいの広さでも使えそうな広さです。結構ね、雨に濡れてドロドロだったんでかなり大変でした。では今からお客様に確認していただきます。もう少々お待ちください。お疲れ様です。お疲れ様です。昨日9時半から7時半まで作業させていただいて、本日9時半から4時で作業の方きっちり終わることができました。2日作業ということで、まあ、しっかりお客様と確認させていただいて、きっちり、まあ、2日に分けて作業の方をさせていただきました。で、今回ね、なんとね、はい、ロレックス出てきてびっくりしましたね。そうですまあ1年に本当1回、まあ、2年、まあ、2、3年に1回ぐらいのめったにないんですけども、で、まあ、お客様に見せたら、そんなことあんのってね、まあ、自営業でご自分でお仕事されてたということで、ロレックスってやっぱり今昔買ったよりも今価値が上がってるので、いい資産価値だなと思います、はい、お客様に寄り添いながらしっかり仕分けをするっていうモットーがあるからこそ、お客様に喜んでもらえる企業であると思います、はいはい、今回の費用がおいくらでした？消費税込みで49万円になります。はい、中野くんが担当してくれたということで、はい、ここはちょっと気をつけたよとかポイントがあれば言っていただいたら助かります。はい、はい、お客様が一番お望みの形でご提案させていただきました。2日作業ということで、そうですね、はい、はい、複数社、まあ、相見積もり取られていらっしゃったんですが、はい、まあ、その中から選んでいただいて大変満足していただきましたので、今後もそういったお客様が一番ご満足いただける形でご提案させていただければと思いますので、うん、はい、休憩中とかもお客様と結構喋ったり、何かあればすぐ電話したりとか、本当にコミュニケーションうまいこと取れてるスタッフだなって思ってます。ありがとうございます、はい、あと相見積もりするっていうことは悪いことじゃないです。むしろいいことです。相見積もりをしてから当社の方に見積もりを取っていただいてももちろん構いません。というのもやっぱり相場がね、わからないと思います。お伺いした際に作業の説明と金額をお伝えしても、その金額だけ言われると高っってまあ思ってしまうケースもやっぱりあると思うんですね。本当に大金になると思うので、業者選びっていうのはすごい大事だと思うんですね。金額、作業内容であったりとかっていう価値も相見積もりするからこそ僕は分かるかと思います。何かお困りがあれば今後とも、パートナーズをよろしくお願いします。では以上になりますので行きましょうか。はい、はい、今日も綺麗にゴミ屋敷パートナーズ。